こんにちは、チーフのミドです。10月20日、本日のフロンティア TV を始めます。今日はジョージアのコーヒー CM で、あの七変化が素敵な山田孝之さんの誕生日ですね。今日誕生日という方、おめでとうございます。今週ですね、今日からですけれども、私が都内の出張を入っておりまして、次回のフロンティア TV の更新がですね、土曜日になる予定になります。よろしくお願いします。さて、本日新着物件が1件入ってきておりますので、そちらをご紹介させていただきます。はい、いつも通りですね、ホームページトップツイートのところを10月20日のところを見ていただくと、プレシオという物件が入ってきております。こちらがですね、11月下旬から入居可能となっておりまして、物件が綺麗ですよね。というのも、今年の6月にまだ完成したばかりという物件ですね。1階の 1LDK のタイプになってます。こちら富士河口湖町川口ということでですね、最寄りの駅が河口湖駅ですが、徒歩54分ということでですね、まあ車社会なんで、ちょっとまあ車ないとかいう人はあまりこの地域はないと思うんでいいんだと思うんですが、バス停がですね、近くにあります。その物件の前、同じ近くにバス停があるんで、バスは非常に便利ですね。で、この物件のこの奥に川口小学校がございますので、まあ、昼に窓を開けとけば、ちょっとなんかグラウンドで、なんか授業としてればですね、声が聞こえてくるんじゃないかな、なんていう印象がございました。はい、こちらが55,000円、1LDK ですね。はい、今日は以上です。では、本日のフロンティア TV を終了します。ご視聴ありがとうございました。